夏休みですね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。夏休みだよね。あ、学生が夏休みなだけか。社会人はね、きっとね、変わらず働いたりしてると思うんですけど、夏休みといえばね、やっぱ学生のみんなにとっては、とか、社会人のみんなにとっては、すごい学生の時のキラキラした思い出とか、これから始まるぞっていうワクワク感でいっぱいなんじゃないかなと思うんですけど、実はね、私陽子にとっては夏休みっていうのが結構苦い思い出というか、そういうものがありまして、7、8年前、私が18歳、19歳ぐらいの時なんですけど、実はね、その時進学していた学校を退学した時期だったんですよ。で、なんかすごいこう自分の進路とか将来どうしようみたいなのにめちゃくちゃ悩んでた時期だったので、やっぱり毎年夏休みが来ると、この時期が来ると、はあみたいな気持ちになったりするんですけど、今日はもうちょっとその人生選択みたいなことについて、私が考えてることをお話しできたらいいなと思うんですけど、なんかさ、私がすごい思うのはさ、そんな18、19の時にさ、決めらんないよってすごいやっぱ思うんですよね、今ここに来てみても。で、ちょっと昔の話っていうか、するんですけど、その7、8年前、私看護学校に進学して、普通にね、授業受けてたんですけど、で、せっかくね、合格もできて、こう春からワクワクして通ってたのに、なんか自分の中でいろんなことがね、しっくりきてない感じがなんとなくあって、楽しいこともあるけど、なんかなみたいな、なんか漠然とした不安があって、で、それがなんだろうみたいなのを考えて悩みすぎて、もうなんか学校行くのちょっと辛いじゃないけど、全然普通に行ってたんだけど、憂鬱とした、ね、気持ちで言ってて、で、ある時同じクラスのね、年上のクラスメートがいて、その人とすごいなんか分かんないけど仲良く話すようになって、で、その中でその人のこう学校に入るまでの経歴とかをいろいろ知っていく中で、こう自分がすごい感じたのは、やっぱりそのなんだろう、今しかできないことっていうのを大事にするっていうのがいいんじゃないかなっていうのが、まず自分の中に浮かんできたのね。で、なんかその、今しかできないことって なんだよって話なんだけど、その時ね、前にもどっかでお話ししたかもしれないんだけど、ちょうどその西表が、高校生の時からバンド活動を始めてて、で、メンバーが抜けたりしながら、まゆえちゃんと2人で活動していく中で、レコード会社の方にね、声かけていただいて、こういうレコーディングして、こういう曲出しませんかみたいな、なんかこう、一緒に制作しませんかみたいなお声をかけてもらってたんですけど、どうしても自分が、もう学生生活と両立できないみたいな状態だったんですね。どっちかを捨てないとみたいな。それですごい悩んだりとか、そもそもこの道でよかったのみたいな。いっぱい悩んだりして、でその中で今しかできないことってどっちなんだろうみたいなのを、自分ですごい初めてその瞬間にめちゃめちゃ考え始めて、そうなった時に、その看護学校とか専門職っていうのは、もちろん多分年齢制限があるものもね、世の中にはあると思うんだけど、別にその年上のクラスメイトみたいに何年かと時が経ってから挑戦する人もいたりすると思うし、私も諦められないとか諦めたくないとかがあれば、今は一回引くけど何年後とかにまたトライしようとかっていうやり方もできるなってすごい思って、で、今しかできないことはやっぱり私はその時に音楽なんじゃないかなと思ったの。その今一緒にやりたいって声かけてきてくれてるのって永遠じゃないから、でも看護学校は私が行きたい、また頑張りたいって思えばまた行けるなって思って、で、それで退学することにしたのね。だから、前期っていう、1学期2学期3学期みたいな感じで、前期後期みたいな感じなんだけど、
その前期のタイミングで退学しちゃったの。だからほとんど学校にはいなかったんだけど、ちょうど夏休みから私は、まあ、夏休みはみんな学校に行かないんだけど、8月1日から私は学校を辞めたっていうか、まあ、そこで1ヶ月で退学準備みたいな感じだったからあれなんだけど、9月にはもう私はいなくてみたいな感じだったんですね。なんかこう、まあ今ね、こういろいろそのことを振り返ってみて思うのが、やっぱり時間がどれだけかかっても自分の気持ちとかやりたいことに対して向き合うっていう作業をすごく大事にするべきだなっていうのは私もすごい感じるし、うん、なんかそんなね、学生生活の短い中でね、自分の将来決めらんねえよって思って、私すごい決めてたつもりだったんだけど、高校生の時からもう志望校があってそこに合格して、でもう3年間はここでその病院で働いてって思ってたんだけど、なんか違ったねそんな簡単じゃなかったねって思いました。うん、でそんな中でそういう思いを込めた曲が What is っていう曲なんだけど、 この曲はまあすごい一言でまとめると、私の人生って何のためにあるのみたいなことをテーマに、私がそういうふうにその経験で感じたこととかをひたすら言葉にして作っていった曲なんですけど、うん、やっぱり一個一個の選択が、私の場合はね、なんか自分のためにあるように感じられなくなっちゃって、その瞬間何にも見えなくなっちゃって、すごく怖くなっちゃったの、生きていくことが、はあ、みたいな、私生きていけんのかなみたいなとかね、すごい思ったりして、でもなんかあんまり先すぎることとかを考えすぎるのも辛かったりとかするなとも思ったし、先を見据えてこう保険を作って人生設計していくのもすごい素敵なことだけど、今やりたいこととか今しかできないことなんだろうとか、そういうこともすごい大事にしていきたいなと思ってっていう曲なんですけれどもね、えなんかどうしてもやっぱり、うん、人生って正解とか失敗とかもないし、時間かかるものっていうか、かけていかなくちゃいけないものなんだなっていうのは思いますね。なんか私もこっから将来今おばあちゃんになった時にどうなってるかとか全然わかんないし、怖いことだらけとか不安ももちろんたくさんあるけど、なんかね、あんまり暗くなっててもさ良くないなと思って、明るく楽観的にできるだけ物事を捉えて何でも挑戦していけたらいいのかなって今は思ってます。ということでね、今日はちょっと真面目な人生選択の難しさみたいな話をしたんですけど、みんなね、正解とか失敗とかもないと思うんで、みんなでいろいろこう経験を重ねながら、私も人生楽しんでいけたらなと思います。めっちゃ夏休み苦い思い出とか言っちゃったんですけど、ちょっと市民プールでも行って楽しい感じ出して、こっから秋に向けてビシバシやっていきたいなって思うので、今後ともおつげつたくさん見てコメントしてくれると嬉しいです。ではまたね。おつげつー。おつげつー。